はい、どうも、ポネルです。聖剣伝説、レジェンド・オブ・マナーやっていきたいと思います。で、前回はルリ君のイベントを発生させて真珠姫を助けましたね。で、アーティファクトももらったんですが、ちょっとここで、マイホームに戻ってきました。で、皆さんお察しの通り、ペット牧場に行って成長してるかどうかちょっと見てみたいと思います。小屋の中ですね。どうでしょう。お、獣ひなが成長した。おお、うさぎみたいになってます。かわいい。ペットに名前をつけてください。え、名前、あ、全然考えてなかったな。どうしよう。決まりました。カンタにしましょう。うん、決定。いいですね、カンタ。あ、じゃあちょっとポケットステーションできるようになったのかな。やってみましょう。お出かけよろしいです。初めてのポケットステーションです。あ、行っちゃいましたね。あ、これでポケットステーションに行ったんですかね。ちょっと見てみましょう。あれ、あ、いました、リングリングランド。あ、なんだこれ、スロットか。リングリングランド、スタート。コース、コース左、1ラップ。なんだろうこれ、どうやってやるんだ。スタート。あ、スゴロクみたいなもんなんですかねこれ。5が出た。1、2、3、4、5。え、いきなりバトル始まった。あー、なるほど、大きい方が出た方が勝ちってことかな。いや、ん、どっちがどっちや。あー、6出ました、上だ。イエーイ、勝った。お、これは経験値だ。あー、経験値もらいました。あー、なるほど、ここでモンスターも育てれるわけですね。なるほど。次もう一回進んでみましょう。4が出ましたね。あ、なんかハテナ。ん？なんかキャラクターが。あ、アイテムもらったのかな。ちょっと、よくわかんなかったね。おー、大きい数ばっかり出て、調子いいわ。バトル。いいっすね、このピコピコ感。よし、5だ。オッケー、勝ちました。おー、大きい経験値もらいましたね。11、お、高い。あ、なんだろう、これ。なんかもらったのかな？アイテム。トウ。あ、1。バトルです。なんかちょっと強そうかもしれない。あ、7も出てきた。7狙う。おー、勝ちましたね。余裕です、今んとこ。あ、またアイテムもらったのかな？ 6 出ました。あー、ゴールですね。オッケーオッケー。あ、アイテムと経験値もらいました。リングリングランドってこんな感じなんだね。なるほど、なるほど。アイテム、見てみましょう。シード、種ですね。あ、捨てちゃダメ、捨てちゃダメ。これは？バック。これはまた、プレステの方に戻ってから、手に入れることができるのかな。
なるほど。もう一回、リングリングランド。ペットをポケットステーションから戻します。リングリングランドが消えますが、よろしいですか？消えちゃうんだ、一回。あ、アイテム受け取りましたね。ハサミ、楕円の種、サビの粉。なるほど。これで、アイテムも、カンタがペットに加わった。か。確かね、放牧した方がね、強く育つみたいなことを言ってたんで、これ放牧してみましょう。いってらっしゃい。で、とりあえず今はカンタしかいないんで。あ、いますね。あ、結構でかい。カンタ、連れていく。小屋に入れる。撫でる。カンタはこれといって、性格に特徴がないみたいだ。飼い主に似るっていうのはこのことを言うんですかね。じゃあちょっと果実回収しに行ってみましょう。こっちだっけ？多分大きな木に果実がなってるはずです。お！おー、すごい！あー、これかわいいね。ハリネズミレタス。おお、これは発想好きですね。かぼちゃもできてます。パンプキンボム。ボム！爆弾なのかな？果実じゃなくて爆弾なのかな？あ、好みは前もなってましたね。なんだっけ、マスク芋だっけ。うん、マスク芋。ここ初めてですね。ユリグリーンピース。グリーンピースのユリバージョン？ちょっとよくわかんないけど。見た目が毒々しい。これなんだ。アルマジロキャベツ。ああ、なるほど。ああ、見た目アルマジロっぽいからね、これ。動物の野菜が多いんですね。あ、これもユリグリーンピースですね。うん。おお。じゃあまた種あげてみましょう。さっき新しい種も手に入れたんで。あ、種こっからもゲットできるんですね。へえ。お、すごいすごい、いっぱいできてる。もう一回あげてみましょう。丸い種。楕円の種はさっき、ポケットステーションから持ってきたやつですね。ひしゃげた種。なんか虫みたい。なるほど。トゲトゲの種。トゲトゲの種。ちょっと良さそうですね。トゲトゲの種がいいな。と、あともう一つは、ポケットステーションからもらってきた楕円の種、行ってみましょう。数日経てば果実が実るだろう。OK でーす。よし。うん。あとは家の中に、ああ、監禁少女と監禁少年がいますね。またこいつら連れてってもまたどっかでイベント起こるんだろうけど。とりあえず上行ってみましょう。またサボテンくんが何かし始めるかな、もしかして。二人かける。迷子も楽しい。うん。なんで俺が迷子してたこと知ってんの？ジャングルとかでめっちゃ迷子になってたけど。さあ、日記を書きますよ、きっと。
これもしかしてイベントごとに、ここに来ると、日記を書いてくれるんですかね。見てみましょう。あ、迷子のプリンセス。洞窟で大きいお猿さんと戦って、岩の間から女の子が出てきて、女の子はとってももじもじしていて、何が何やらさっぱりだったらしい。それはこっちのセリフです。セーブしましょう。うん。あ、じゃあちょうどいい時間なんで、今回はこの辺で。ポケットステーションもできたし、これからどんどん楽しくなってきそうですね。あのモンスターもどう育つのか気になります。では次回に続く。To be continued. バイバイ。